テミンのディスコグラフィは、大韓民国出身の男性歌手であり、シャイニーのメンバーであるテ、ミンのディスコグラフィ一覧。大韓民国の歌手であるイテミンは、ソロアーティストとして4つのスタジオアルバム、リパッケージアルバム、コンピレーションアルバム、6つのミニアルバム、18のシングル、プロモーションシングル、6つのサウンドトラックをリリースした。テミンは、 ボーイバンドのシャイニーのメンバーとして2008年から音楽活動を始めた。2014年にファーストミニアルバム AS はリードシングルのとともにガオンアルバムチャートで首位となった。テミンは2016年にファーストスタジオアルバムプレスイットをリリースした。プレスイットはビルボードのトップヒートシーカーズとワールドアルバムチャートの10位以内に初登場した。プレスウットのシングル プレスユアナンバーは、ビルボードジャパンホット100の79位に初登場した。テミンの曲のうち、プレスユアナンバーが初めてこのチャートに入った。2016年の7月に、テミンは、日本ファーストミニアルバム、さよなら一人をリリースし、オリコンアルバムチャートと、ビルボードジャパンホットアルバムスで3位となった。2017年7月に日本セカンドミニアルバム、フレームオブラブが、 オリコンアルバムチャートと、ビルボードジャパンホットアルバムスでニーに初登場し、リリース後1ヶ月間で5万1000枚以上売り上げた。10月にセカンドスタジオアルバム、ムーブをリリースし、タイトルトラックはダウンロードで、初週12万枚以上を売り上げた。同年12月にシングルを収録した、リパッケージアルバム、ムーブウィングをリリースした。名前をタイトルにした、日本ファーストスタジオアルバム、 タエミンは2018年11月にリリースされた。タエミンにはエクリプス、マーズ、アンダーマイスキンの3つのシングルが含まれる。タエミンはリリース後の初日売り上げが5万枚以上でオリコンアルバムチャートとビルボードジャパンホットアルバムすでに位となった。2019年2月に韓国セカンドミニアルバム、ウォントをリリースした。日本サードミニアルバム、 フェイマスは8月にリリースされ、初日売り上げ4万1000枚以上となった。2020年に韓国サードスタジオアルバム、ネバーゴナダンスアゲーンをリリースした。ネバーゴナダンスアゲーンは2つに分けてリリースされた。ニキッズはリードシングルとして2020年8月にリリースされ、クリミナルとはそれぞれ、ネバーゴナダンスアゲーン、アクト1とネバーゴナダンスアゲーン。 アクト2のシングルとして収録された。2つのアルバムは、ネバー・ゴナ・ダンス、アゲインとして2020年12月14日に一緒にリリースされた。3つのアルバムはすべてがオン・ウィークリーアルバムチャートで10位以内となり、合計30万枚以上を売り上げた。2021年5月に韓国サードミニアルバム、アドバイスをリリースした。アドバイスは、平駅前の最後のリリースとなった。 ありがとうございます。